こんにちは。今日は僕と一緒に未来を見てみない？光、空気、水をしっかり調整した設備の中で、小さな種が一個一個芽を出すんだ。ほら、だんだんとレタスになってくるよ。とっても美味しそう。僕の大好きなレタスになるんだ。外で育てるのに比べてお水は 80% 節約するし、栽培時には農薬を使わないからとってもクリーン。土も水も汚さないから地球にとっても優しいんだ。もう一つ大切なことは、とっても近くで栽培されていることなんだ。農場からテーブルまで新鮮なままだから美味しい。そして実はここがその未来なんだ。みんなもおいでよ。グリーングロワーズ。